忠だ橋忠だ橋は千葉県香取市の小野川に架かる千葉県道55号佐原山田線の橋である。忠だ橋橋を矢柱忠だ橋の上にあった忠だ歩道橋。手前は豊橋。忠だ橋は香取市佐原の中心部小野川と香取街道が交差する地点に架かる橋である。もともと大橋と呼ばれていたが1882年1月に 沢ラの人々が協力してアーチ型をした橋町八県、福音三軒の石橋に架け替え、京京と名付けられた。総工費は4840円20銭8輪。第二次世界大戦後は交通量の増加に伴い橋梁福音が狭くなったため、1957年に1.8メートルの拡幅を行った。アーチ型をしたメガネ橋は、 町の中心にあったことから、沢原のシンボル的存在であったが、自動車交通量のさらなる増大や老朽化により1968年4月に、コンクリートの新しい橋に架け替えられ、郷土の偉人、井上忠正慶王慶応から、忠田高橋と名付けられた。以前、県道の交通量が多かったことから忠田橋の上に、忠田歩道橋が架けられ、小学生は、 必ずそこを通行しなければならなかったが、大型車の交通が減ったこと、街並みの景観にそぐわなくなったことから撤去され、おしぼ端式信号機が設置された。なお、井の忠敬の正式な読みは、井の忠敬であるが、沢原の人は、忠敬記念館を中継記念館、忠敬橋を中、受け橋というように親しみを込め読みで、中継と呼ぶことが多い。ありがとうございます。